開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、平和こと平井和孝です。先週の続きです。世界一周ヨットレースの最高峰バンデグローブにアジア人として初めて出場をしている白石浩二郎さんですが、スタート前に千日開放行を満行して大アチャリの塩沼良純さんに、俺がもしも今回のレースで死んだらお経をあげてくれって頼んだお話を先週しましたよね。もちろん塩沼さんはそんなこと頼まなくても白石さん大丈夫ですよと一旦は断るのですが、白石さんは塩沼さん、俺は真剣に頼んでるんだともう一度頼みます。その真剣さを察した塩沼さんはお任せくださいと言ってくれたそうです。このことを白石さんはわざわざ私に報告してくれました。よっぽど嬉しかったんだと思います。で、このお話どう思います？もしかしたら縁起でもないと思う人がいるかもしれません。でも私はね、そう思わないです。もちろん別に白石さんは死ぬつもりでバンデグローブに出てるわけではありません。でも生きて帰ってこられない可能性があるのは事実です。それは冒険ですから当然です。でもね、大事なのはその生きて帰ってこられるかわからない冒険に安心していけるかどうかなんです。生きて帰ってこられなかったらどうしようと思ってると楽しくないじゃないですか。私ね、白石さんに心の底からバンデグローブを楽しんでほしいんです。だから最悪な状況も想定して全て準備しておくんです。こんなことになったらどうしようではなく、こうなった時にはこうするって決めておくんです。これを決めた時安心して思いっきり楽しめるんです。これは冒険に限ったことではないですよね。仕事だってスポーツだって人生だってみんなそうじゃないですか。覚悟をして準備をしておけば安心して人生を楽しめます。さあ、その白石さん、スタートして10日経ってますから、今頃は船酔いも収まって、これから本領発揮していく頃じゃないですか。ネットでは白石さんの位置がリアルタイムで分かりますから、ぜひチェックしてみてくださいね。3ヶ月間一緒に応援しましょう。それではまた来週、白石さん頑張れー。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。